半からはこの時間水曜もブレイコプレミア公開でお届けしております。私どももですねチャット欄に現れますので、はい、ぜひチャットで一緒に盛り上がってください。よろしくお願いします。シェイさん6月が始まりました。いや6月入ってすぐにもう大雨でしたね、うん、あそうだね、すごかったね雨。6月1日は晴れてたけど2日が大雨。そうだね、2日3日の昼ぐらいまで、ね、神奈川県もなかなか、神奈川県大和市もね、そうだね、なんかね、家屋が倒壊違う、崩壊なんかね、なんか被害があったらしいよ、大和市も。あ、ほう、うん、浸水とか。そう、浸水はじゃなくて、普通なんか飛んできてかな、わかんないけど、うん、風もすごかったよね、家揺れたもんだって。そうそうそう、マジそうなんだ。そうなんだ。そんなに台風じゃん、もうね。やばかった。なんかね、私のダーリンが、前に住んでた場所は土砂崩れがあって。はい、え、大変。そうそうそう。川崎、神奈川県川崎市なんだけど、そう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 。だからね、各地でいろんなことがあって。なんか、ツイッター見てると、車が、すんごい、ね、高い車で、レアな車を買ったんだけど、それで買ったばかりだったんだけど、水没しちゃって、廃車って人もいた。めっちゃかわいそうと思って。ね、でもね、もうそこまで行くと笑ってくれって感じだよね、きっとね。あー、ほんとね。ネタにしないとやってらんないよね、そうそうそう。でしたでしょうか。ねえ、皆さんの地域はいかがでしたでしょうか。はい、なんかね、うちの地元、はい、愛知県、うん、豊川市の友達らへんは、うん、お家らへんは、何雨でか分かんないけど、道路がガッタガタになってたよ。やば。アスファルト割れて、このちぐはぐになってた、アスファルト。やばいね。うん。いや、俺もさ、2日、その夜さ、買い物行かなきゃと思って、何もないから。あ、食べるものが？そう。近くのスーパーまで行ったんだけど、大雨と風の中。そう、歩いて5分なのにさ、行って帰ってきたらもう靴びっしょびしょだもんね。わー、マジかー。大変だったねー。サンダルで行けなかったと思ったらもう諦めて。私もさ、通園バスをさ、はい、金曜日の昼にさ、迎えに行くわけよ、はい、バス停までね、その通園バスが来る、はい、娘の通園バスが来るところまで迎えに行くんだけど、傘さしてらんないから、カッパよね、もう。あ、もうあの雨の中、保育園行ったの、まんじゅうちゃん。そう、迎えで、通園バス迎えに行ったのよ。大変。やばいよね。もうバスを降りてさ、先生も子供引き渡さなきゃいけないんだけどさ、はい、先生はカッパ着れるんだけどさ、園のバスの決まりで子供のカッパを中に持ち込めないことになってるから、それもうだからカッパをこう持ってさ、スタンバイしといて、そう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 。そうなんで、しかもなんかさ、子供ってさ、わーやべーみたいな、やったーみたいな感じでさ、なるからさ、雨、ふーれ、ふーれ、みたいなのがさ。あんだけ雨降ったらもう楽しくてしょうがない。やった！そうそう、なんかさ、台風でテンションが上がる子供を想像してもらえば間違いないんだけど、わーいってなっちゃうからさ、早く着せなきゃってなってるさ、親とさ、わーいってなってる子供と、もうなんか、わたわたしてる先生とみたいな感じになってた。今思い出したんだけど、何？地元のさ、その実家のさ、まあ、マンションなんだけど、実家が一戸建てじゃなくて、マンションに2つあんのよ。2棟っていうの。あー、マンションが2つ建ってるってことね。そうそう、マンション A、マンション B みたいな。はい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 、はい。で、真ん中に公園があるんだけど、はいはいはい、はい、いいじゃない。大雨が降ると、その公園に水が全部流れるような設計になってるの。他にたまらないように。水はけを、そこにしてる。で、そこの公園がね、昨日ぐらいの、この前ぐらいの雨だと、うん、プールになるのよ。あー、うんうんうん。プール状態。うんうん、びっちゃびちゃ。本当にコロッセオじゃないけどさ、はい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 、円形のちょっとした公園になってて、うんうんうん、本当に綺麗に玉の水が、うんうんうん、そこで雨ブワーって玉でプールになって、バーうん、泳いでたもんね。は今か俺とか、大丈夫なの？子供も大丈夫じゃないと思うけど。汚いよきっと。すげえ汚いと思う、うんうん。犬もさ、散歩してたし。バイキンが入っちゃう。ね、その害虫もいただろうし。うん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 。いや、今考えた、ね、娘がそんなことしたらキャーってなっちゃう。止めるね。ね、泳いでたもんな。そうなんだ。でも思い出したけど。だってさ、学校のプールとかちゃんと消毒してあるからさ、入れるけど。そうだね。うん。よくぞ、今日まで健康に生きてくれましたよ、ね、本当にシェルさん。お腹壊すよね、そんなことしたら。ねね、それだけだったらいいけどさ、ね、なんかいろいろバクテリア、人食いバクテリアとかさ、池にいるから、体の中入ったら、体の中どんどん、壊死しちゃって、マジ？直近しなきゃいけなくなっちゃったりする。やば。ねえ。
皆さんはそんな危険な真似しないように、うん、真似しないように、うん、あとね、あの川とか近づかないようにね、大雨の。いやそうね、多摩川見たけどさ、うん、あの今日電車で、うんうん、午前中すごかったもん。どんな、もうなんつうの、水かさ増してるし、抹茶色で、うんうん、濁流っていうの、うんうん、どんぺらこしだ。そう、どんぺらこどころじゃないか。どんぺらこどころじゃないね。どんぺらこじゃないから、なんなんですか。どんぶらご。最後がゴンになっただけですね。どんぶらご。ありがとうございます。面白いですね。すごかったよ、でも。そうかそうか。でも、うん、午後になってこっち戻ってくるときはもう日も出て、うんうん、天気も変わってたから、うんうんうん、あの河川敷で野球やってたけど。あ、まあ、それも危ない気がするけど。まあね、安全確認してやってるんじゃない、きっと。え、そういうさ、暴風雨の時はシロさんね、はい、シロさんベーシストだからさ、楽器がまあまあ大きいじゃん、しょって。あ、そうなの。どうしてんのあれ。あ、ね、楽器は本当にそういう時にもう出なきゃいけない時は、うんうん、あのエレキベースとかだと、うんうん、まあ、コントラバスここにもあるけど、あ、映ってないけど、ウッドベースとかあるんだけど、でっかいやつね。レインコートがあるのよ、楽器ケース用の。あ、へえ、そうなんだ。楽器ケース用のレインコートがあって、エレキベース用だと大体 2,3 千円ぐらいかな。あ、じゃあそんなんで買えるんだね。人間用と変わんない、うんうん、を買って使ってる人もいる。しおくんは。僕はレインコート持ってないんだけど、うん、楽器にあのゴミ袋あるじゃん、45リットルの、はい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 、あのゴミ袋にまず楽器をゴミ袋に包んで、お、水に触れないようにして、うんうん、でケースに入れて、うんうん、で、ヘッドって言って楽器のこの頭の部分が雨バーって当たるじゃん、ケース、うんうん、ここにタオルもこうやってかぶせて、うんうんうん、ケースに入れてタオルまた別に持って移動してるから。じゃあもうケースは濡れる前提だ。ケースは濡れる。あー、そっかそっか。もうどうしても濡れるから。え、今度誕生日にさ、欲しいものリストにレインコート入れるのじゃん。そうだね、いいじゃん。ケース用のね、うんうん、レインコート入れるのかね。うん、そうなんだ、楽器用のレインコートがあるんだね。すごいね、生き物みたいだね。まあ楽器ってね、ほら、あの湿気で死なせたりとかもするから、生き物みたいなもんだけどね。それは良くないか。なるほどね。なんかボーカルはさ、マイクだけしか持ち歩かないじゃん。昔さ、うん、ゴミ袋かぶって歩いてた。あ、そう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 。あのさ、横浜でバンドリハーサルした後、たまたまその時エレキギターを弾く日だったんだね。そうだね。ギターを持って、で、傘持ってないからどうしようってなって、帰り、ね、で、スタジオの店員さんに、すみません、ゴミ袋1枚いただけないでしょうかって言って、目のとこだけ穴開けて、で、かぶってこうやってギター持って、写真残ってるよ、それ。あれさ、うん、俺とかはさ、みゆきがそういう人だって分かってるから気にしないけど、うん、他の人、えってなんだろう。あー、初めてすれ違う人とか。え、ゴミ袋かぶってるの。なってたよ、なってた、うん。あれ目開けてたじゃん、うん、あれ効果あった。あ、ね、目を、でも見えや、視界が見えやすいっていう効果が、ね、もちろんあったけど、このさ、ゴミ袋の中でさ、呼吸すんじゃん。湿気がすごいんよ。やばいだろう、ね、うん。こっからちょっと換気もされてた。あ、ほんと、目のところから。そのことがあったんだ。次回はここも開けようと思う。あ、ね、こことここを両方とも穴開けて。あ、いいじゃん。行こうと。それ、まんじゅうちゃんと一緒にやって、それで遊んだの。まんじゅう、危ないか、でも。まんじゅうレインコートがあるので。私ね、レインコートとかチャリ用のやつは私持ってるけど、そのね、リハーサルの時はなかったから、応急処置としてね、やった。ぜひ皆さんもやってみてください。楽しいですよ。テンション上がります。ね、はい、そっかそっか。え、シェンさんさ、うん、あのレインコート、自分のレインコートはないの？あ、自分のレインコートないね。そうなんだ。でもまあ傘かな。そっか。で、暴風雨だとさ、傘さしていけないじゃん。あ、まあでも、傘折れてる人いっぱいいたよ。この前の雨の日は、うん、たまたま一日何もなかったのよ。うん、あ、そうなんだ、お家だった。それで家でずっと作業してたから平気だったんだけど、ね、それで移動しなきゃいけない時、あんまひどいともうそもそも中止になるっていうのもあるけど、最悪ゴミ袋かぶっていただいて。最悪ゴミ袋。45リットル。楽器にも自分にも。うん、ね。そう、雨濡れるだけで体力奪われたりするからね。そうね。うん、ね、でも靴とかもさ、ね、替え持ってって。ああ。靴下と靴とズボン。うん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 。なんか最近ね、スニーカーの上からこう履けるシリコンのやつが出てるんだよ。へえ。そうそう。すごいね。それなんかめっちゃ良さそうだよ。
滑る、シリも滑んないの？どうなんだろうね、わかんないけど。結構滑ると危ないもん、ね。そうだよね。駅とか。ね、滑ってお尻シリ持ってたらお尻めちゃめちゃだもん ね。そっか。それを考えてなかった。気をつけて。どうなんだろうね。私持ってないから大丈夫。ね、皆さんは雨対策どうされてますか？うん、ね、もうなんか場所によっては梅雨入りしたんでしょ、関西の方とか。いや早いですね。ね、関東もしたのかな、その辺調べてないからわかんないけど。そうですよ。ね、雨対策エピソード、そして梅雨のエピソードもしありましたら、ぜひ教えてください、うん。よろしくお願いします。はい。そう、最近さ、はい、街にアジサイが咲き始めてるよね。おぉ、アジサイ、アジサイ。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 え、みんな、どっちイントネーション？俺はアジサイだけど。アジサイ？うん、私アジサイ。白菜でしょ。白菜。白菜。白菜。アジサイ、アジサイ。カレー。カレー。カレーは一緒だ。え、アジサイ。箸。箸。箸。うん、両方ある。え、アジサイじゃない、アジサイでしょ。アジサイ。アジサイなの？アジサイ。みんなはどっちですか？なんかコメント欄に、チャット欄に書いてください。不思議？アジサイって。ねえ。アジサイのなんか同じようなやつなかったっけ？アジサイ。コマネチとかそんな感じ。コマネチ？アジサイ。コマネチの。アジサイ。ね、一緒のイントネーションでしょ？はい。はい。そろそろ時間だ。あ、エンディングの時間。あ、皆さんどうもありがとうございました。この変なことを喋ってるうちにもうお別れの時間がやってきてまい、やってきてまいりました。お知らせが。はい。7月1日に、うん、焼き鳥酒場おに、神奈川県の焼き鳥酒場おにでイベントやります。はい。遊び来てください。うん。ワンマンライブと生配信公開収録と、あと私のダイエット成功記念パーティー、うん、そしてファンミーティングも行いますので、ぜひいらしてください。お待ちしてます。はい、詳しくは、こちら。ではエンディングテーマいきたいと思います、はい、曲紹介お願いします。唇に歌声を。ブルブル時の合言葉、唇にいつも歌声を、涙がこぼれそうな時も唇にいつも歌声を。さあ雨でね、しっとりしがちな時ですけれども、お肌に潤いが漏れたということで、ポジティブにしょ。
に、この梅雨おすすめのヘアケア対策一つ言っていただきましょう。よろしくお願いします。シュッ、毎日お風呂入る。ブルー